大津彩香率いるみんなで作る党の人たちが、選挙運動期間中である本年6月22日にですね、新宿の東口ですか、ここでですね、いわゆる署名運動をしたっていうことはもう周知の事実というか証拠がいっぱい残ってます。で、大津彩香の下にいる岩井という人物が、これは私が個人でやったものだ、大津さんは関係ないとか党は関係ないと言ってるんですが、それに関しては確かに立証が厳しいのかなとは思っていたんです。で、でそういうことをですね言って過去に落選運動をした人がいるんです。昭和26年みたいです。でその人たちがやったのが署名運動というものなんです。だから138条の2っていうのができたのは、昭和26年に署名活動だと、署名運動、署名なんだからこれは政治活動じゃないって言ったやつらがいるので、昭和27年に138条の2っていうのが追加されている。それが署名運動の禁止と。で、ここのポイントはまず読みます。条文、何人もってなってるんですね。まず、構成要件の一つ、何人も。何人もというのは未成年だろうが、ごめんなさい。撮影中。どうぞどうぞ。はい、ごめんなさい。すいません。ちょっと、どうぞ。顔映っても大丈夫でした。あ、大丈夫です。はい、よかった。いつもすみません、ありがとうございます。ごめんなさい。何人もに戻ると、何人もっていうのは、これは未成年であっても、例えば外国人であってもいいっていうんですね。だから、個人で OK ってことです。大津彩香であろうが、岩井であろうが、あそこで署名活動、署名運動ですね。署名してくださいっていうことをやってた人全員が、それぞれ犯罪の正犯。つまり、共謀とか共同じゃなくて、やってた人一人一人が犯罪の構成要求を満たすということです。次に、選挙に関しってなっていまして、これはもちろん選挙に関連することなので、6月20日からスタートした東京都知事選挙の選挙に関して、ビラを配ってましたね。もうビラが残ってます。立花孝志率いる NHK から国民を守る党は24人も候補者出してポスタージャックをやっている。これに反対する署名って書いてありますよね。思いっきり選挙に関してっていう署名運動をしています。次、投票を得もしくは得しめまたは得しめない目的を持ってっていうところなんですが、ここね、公職選挙法の難しいところで、当選を得って書く場合と投票を得って書く場合があるんです。今回は投票を得となっていますので、投票を減らす、上げる、あるいは減らすという、どちらの目的でもいいんですが、当選を得させるっていうのは結構デッドヒートしている陣営同士しか実は適用されないんですが、今回は投票を得もしくは得さしめない目的を持って、ここも該当しますね。 NHK から国民を守ると公認で立候補した人の票を減らそうとしているわけですから、これも明確に選挙に関し目的がはっきりしています。で、選挙人に対しですね、選挙人というのは、これ築城解説書いてますけども、東京都の人だけじゃなくて、東京都の人じゃなくてもいいと書いてます。まあ少なくとももうあれだけ新宿の駅前でずっとやったわけですから、東京都の一人、有権者がいないというのはありえないので、ここも全部入ってきます。で、署名運動をすることができないの、署名運動はどういうものかっていうと、これは何でもいいと書いてあります。電子署名もアウトっていうことですね。で、もう少し細かく言うと、署名をあそこで実際やろうと、紙に書いてもらおうとしたようなんですが、署名があるかないかとか全然関係ないって書いてあります。ということは、思いっきり該当します。構成要件を思いっきり満たします。で、罪が重いか軽いかというと、こっちの方が罪重いです。選挙運動中に政治活動をしていけないは罰金100万円以下なんですが、こっちは禁錮1年あるいは罰金30万円以下だったかな、罰金ちょっと金額忘れましたけど、罪重いです。これ見てるとね、つまりやっぱり選挙運動の期間中は黙っとかなきゃいけないんですよ。それはね、なぜこんな法律があるかっていうと、一人の候補者がじゃあ署名運動という名前のもとにね、小池さんを例えば応援するために小池さんのやろうとしている何か政策に署名してくださいってやりだしたら、小池さんの力がどん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 増えていくわけですよ。それ蓮舫さんでもそうです。だからお金がある人もお金がない人も同じ
車1台とか腕章してる人が15人とか、まあ、応援する人の制限数を設けてるんです。で一方で選挙の妨害もさせちゃいけないということで、例えば右翼外旋なんかを想定してるんですね。選挙の時に右翼の人たちが、おお小池百合子は大好きだ、俺たちは小池百合子が大好きなんだとかバーって、あの軍艦マイスが流しながらね、小池さんのもし応援なんかされたら、それは逆効果じゃないですか。昔あの竹下登さんのことをすごくね褒め殺しってのありましたけども、要は選挙運動中はですね、とにかくやれることが限られてるわけです。選挙カーは1台、政治活動は政治活動者を10台でも100台でも動かしていいんですね。だからそのやっていいことが限られてる中のやっちゃいけない政治活動なんですよ。でその政治活動がやっちゃいけないんだけども、さらにもっとゾーンを狭めて、政治活動の中でも署名運動をすることは、これはもう署名を持って昔家に行ってたようなんですね。署名くださいとか言いながら誰々さんに入れてくださいとかやってたようなんで、とにかく昭和26年にこういう悪いやり方をした人がいたから、昭和27年に新しく法律ができていて、これ結構悪質なので、禁錮1年以下ということになってます。でもここまで構成要件がバッチリ当てはまってくるとですね、構成要件つまり法ですね、で証拠があります。もう大津彩香が帽子をかぶっていても、もう岩井さんが自分たちで署名しました、しかも署名はもう3万以上集まってるようですね。でもう上り旗、こう明確に書いてあるんですけど、署名の方法まで具体的に書いていてですね、口頭で署名を呼びかけるのみならず、ビラを配る、あるいは上り旗や看板を上げる、いわゆる文書とかっていうんですけども、どれであってもアウトです。もう組み合わさってるんで、もう思いっきりアウトです。これが無罪になるっていうことは、無罪っていうか、これが構成要件を書くなんていうのは何の1ミリの疑いもないですね。というところで、これはもうあの週明け、まあ、火曜日に債権者集会が行われますけども、あの新宿警察の刑事さんには言ってあるので、水曜日ぐらいにはちゃんとこれ証拠をつけてですね、相談に行って、さすがにこれはね、大津彩香被疑者として受理してもらうと。もう他のやつも当然受理してもらう方向で動いてるんですよ。警察の方は一生懸命構成要件と証拠を調べてます。ちなみに6月の22日に私が高島平でポスター掲示板を破られた件については、昨日高島平警察署の刑事さんが参議院会館の方にお越しいただいてます。これぐらい時間はかかります。あれは現行犯逮捕してるやつなんですけどね、それぐらい捜査には時間かかりますけど、今回のように構成要件と証拠、いわゆる法と証拠に照らし合わせて犯罪かどうかを決めるっていうことが警察や検察の仕事なので、これを持っていってさすがに何もしないということはもう 100% とは言いませんが 99% ないということなので、しかもねこれ公職選挙法なので、仮に罰金とか執行猶予とかになったとしても、大津彩香はそこから最低でも5年は選挙に出れないということになりますので、かなりね政治家としては痛いところですね。まあ、浅はかな人が署名活動なんかしようって言ったことがポイントだと思います。まあ、この辺もですね、火曜日に、債権者集会出てこないと思いますけども、これ実際にみんなで作る党がやったとなれば、みんなで作る党のまた新たな債務ということが発生しますから、そういうところも含めて大津彩香は出てこないと思いますが、仮に出てこなくても豊田弁護士にはしっかりとねその辺の追及をしていきたいと考えています。ということで、アズライルールをお伝えいたしました。いきます、 NHK のブレコワー。はい、公職選挙法を詳しく書いた本ですね、こういう本がありまして、上中下があります。大津彩香が犯した罪というのは、公職選挙法上の138条の2ということで、これはネットでも出てくると思うんですが、この条文、このようにですね、条文だけじゃなくて築城解説ですね、まあ、条解という言い方をするらしいんですが、このように署名運動とはとかですね、署名運動についてっていうようなことが書かれていてですね、このように大津彩香がやったことがですね、この構成要件に該当するかはこれを見て判断すると
ということになります。我々は決してですね、大津川のようにですねデタラメなことを言ってるわけじゃなくて、ちゃんとこういった根拠をもとに大津彩香が犯した罪ということについて触れております。以上です。 NHK をぶっ壊す。